10分単位ぐらい。西岡で野菜が出てたら、今日は野菜が出てた。重いか。チクンするよ、ちーちゃん。ちーたーちーたー返事するから上手だよね。僕らなんて無理して食べたってさ、なかなか消化できない。そのままでいい。で、毛取り分けて、でこれ扱っていきますか。一番新しいやつが、このこと今1日3回かけて、じゃあ1時ぐらいかけてたのね。なんとなく1時ぐらいにさ、アイディアを入れて、はい、16ぐらいかな。16、はい、16、1時ぐらいもしかしたら食べない。食べるままは食べない。食べる時もあります。痛いね。すごい我慢してる。もうさ、だって生後さ、3ヶ月か4ヶ月じゃ、うん、頑張ったね。すごいね。にゃん。にゃんだよね。はい、じゃあ、お疲れ様です。はい、お疲れ様です。はい、カゴは使っていて。はい、お疲れしまーす。まこちゃんさ、3番で吸入ね。はい、吸入と、それからトレーニング終わったら、あれ抗戦勝者、はい、胸とも。さあ、それ作ってるか、いいの。院長、ベルベリーの量だけわかんないので、ベルベリーまだ売ってないです。あれ、ベルベリー入ってなかった。プレは売った。はい、プレはその血出てる。どこ行っちゃったの。ここに一個あったやつが、ちっちゃいやつですか、うん、あっちにありますね。ここに置いていてよ。はい、ここ、おしゃ、あ、わからん、こっから、こうか、どうですかね。抗戦勝者違うか。まあ、あったんですね。手順に電話お願いします。はい、電話お願いします。よいしょ、よいしょ、よいしょ。ちょっと、5分ぐらいしたら拭いといて。
一応今日 E パークさんが1時に来るってお約束だったみたいなんですけど、1時で大丈夫ですかという確認の電話です。OK、うん、ですね。はい、ただ10分か15分ね。はい。ちーくん、ちーちゃん、あにゃん、あにゃん、あにゃん、もう一個ごめん、注射しますよ。あれハムスターは給仕さんかな、一回目まだしてない。え、まだしないの。もう少しお時間取れる日はないでしょうかという。ない。ない。じゃあもうその日、あ、今日のやな。え、どうしたらいいですか。それ以上は取れないってことですか。もしもし。そういうことか。すみません、そんな寒くても取れないところです。すみませんね。ハムちゃんの冷蔵食作ってください。気にしない。だったらもう100cc。はい、ごめんなさい。またの機会で、はい、お願いします。はい、レオ。レオ。オッケーです。ありがとうございます。またの機会に言えばいいですね。30分もらって。30分、会話するんだったら、YouTube 上げてる。確かに。確かに。ね、ハムスターの1回目やってくんない？何ですか？ハムスターの1回目やってください。まだやってないんだったら。じゃあこれを持ってきます。うん、すいません。タオル、タオル。隠してちゃうと。一応まこちゃんの携帯は違うところに置いてた方がいいんでしょうか。うん、本当だね。どこがいい。奥の方にしていく。奥の方。あの、こっちのちーちゃんとは話せばいいね。うん、ちーちゃんとは違うからいいんだけどね。念のため。